もしもし？すみません、聞こえてますか？大丈夫ですか？ここで寝られると困ります。このままじゃ風邪ひきますよ。私の家ですよ。あなたがうちの前で倒れていたからびっくりしました。どうぞ。この黒いギターケースなら、あそこにしまってありますよ。あのギターは、とても大切なものみたいですね。どうしてうちの前で倒れていたのですか？こんな大雨の夜にお家に帰らなくて大丈夫ですか？もしかして何か事情でも？ごめんなさい、余計なことを聞いて。雨の中、あなたをそのまま置いていくわけには。
けではないけど。びしょ濡れのあなたのそばのギターケースはほとんど濡れていませんでした。だから私はこの方は本当にそのギターを大事にしているんだなって。だって心から音楽を愛してる人はみんないい人です。名前ですね。面白いお母様ですね。ですね。ええ、だって心から音楽を愛してる人はみんないい人です。それにさっきの話によればお母様もミュージシャンですよね。楽器が絆だから。音楽で結ばれている人ならミュージシャンですよ。ですか。いいですね。私はピアノが苦手です。父の仕事の関係で幼い頃からピアノを習っていました。でもまだまだうまく弾けません。いいえ、父はただ演奏を聴くのが好きなだけです。父はそう願ってるけど、残念ながら私の才能では父の期待には応えられません。いいえ、うまくないのは事実なので謝る必要はありません。そうだ、一人で旅するのは大変だったでしょう。お腹空いてませんか？旅をされているんでしょ。今夜泊まる場所は。でも私の名前ですか。しずきです。
もっと話したかった。でも大丈夫。まだこれから。すいません、ギタリストは募集してないんですよね。ごめんなさい、うちのバンドにはもうギタリストいるから。
いいプレーだったね。ちょっと褒めただけなのに大げさな反応ね。なんだ、私の顔に見とれちゃったのかと思った。意外な反応ね。急に驚かせちゃってごめんなさい。これでお愛子だね。ところで、こんなすごいテクを持ってるのに、こんなとこで弾いてるなんてもったいないなぁ。そうね。もしかしたら、あんたの曲には、何か足りないものがあるんじゃないかな。あら、そんな顔しないで。才能があるのに出世できてない人を見ると、ちょっとアドバイスしたくなっちゃうの。より作曲の方が得意だけど。あはは、ごめんね、自己紹介するの忘れてた。私は相川ロイ、ハーフムーンってバンドのボーカルよ。芸名よ芸名、みんなにそう呼ばれてるから、なんなら本名にしちゃおっかな。してもらってもいい？
の。私が通ってる大学の入り口に意味のわからない彫刻があるの。そうよ、こんなのもあるの。そういえばコトゴっていう名前珍しいよね。それもそうね。じゃあこの点では We are straightened out。 つまりお愛子ってこと。なんか不思議な音が聞こえたような。そう？じゃあ私の勘違いかな。ごめんなさい、笑えない話なんだけど。でも2日間何も食べてない状態でよくあんな演奏ができるね。あんた化け物じゃないの。そうなんだ、すごいね。笑っちゃったお詫びとしてランチをご馳走するよ。だからランチをご馳走をする。もうお腹が空きすぎて耳までおかしくなったの。どうするの、行かないの。ならついてきなさい。早くしないとランチタイムに間に合わないよ。
遠慮しないで食べたいものどんどん注文して。私の好みでいくよ。じゃあこれで決まりね。いらっしゃいませ。ご注文は以上でよろしいでしょうか。うん、これでお願い。かしこまりました。少々お待ちください。でしょう。ここの雰囲気すごく気に入ってるの。そう、この店がオープンした時からよく友達と来てるの。料理も美味しいし、値段も高くない。ここの店長はあなたと同じ自称流浪芸術家なのよ。どう違うの？同じアーティストじゃないの？そうかもね。だから言ったでしょ？ここの料理は最高なのよ。ほらほら、感心するのは後にして、早く食べないと冷めちゃうよ。いただきます。うん、行ったね。ちょっと整理するね。あなたの演奏、テクニックの面では実に素晴らしいけど、出てきた音には何か思いが足りない。もっと言うと、多分曲への感情。具体的にうまく言えないけど、個人的に感じたことを言ってもいい？例えば、作品は作者の魂の具現化って言い方、聞いたことある？ほう！ってことは、琴子は才能だけじゃなくて師匠にも恵まれてたんだ。この言葉を教える人は決してただものじゃないってことよ。芸術の頂点は創作するものの魂の轟きなんだって。
これは物でも音楽でも作者にも演者にも通じること。つまり魂ってことかな。コトゴはすごいテクニックを持ってるけど、でもテクニックで人の心を動かすことは難しいかもね。いい質問ね。じゃあ、あなたが旅している理由を教えてくれる？あるいは、どうして演奏を続けているのか。答えたくなければ無理しなくていいから。最も美しいメロディー？なんか悲しいね。最も美しいメロディーを探すための旅なら、見つけた後はどうするの？ここまで考えてないか。じゃ、この話はここまでにしよう。ううん、いきなりこんな話をしてごめんね。コトゴは謝る必要ないよ。本気で知りたいんだな。今夜7時、ハーフムーンっていうバーでうちのバンドがライブをやるから見に来て。そう、あなたが知りたいことの何かヒントになるかも。いい返事じゃない。あなたが来るのを楽しみにしてるからね。リハーサルがあるからそろそろ行かなきゃ。そんな細かいこと気にしないで。こうして出会えたのも縁だし。あ、そうだ、もし入り口で何か言われたら、私の名前を出してもらえたら通してくれると思うよ。じゃ、また後で。